にちは、かけばです。今日は、愛知県の方からGGA さん、お店の方お越しいただいてありがとうございます。お土産まですいません。めちゃめちゃ嬉しかったです。今日はバックカメラについてちょっと解説してほしいっていうリクエストがあったんですけれども、バックカメラのガイド線のことですよね。ちょっと見てください。多分バックカメラのことを解説してほしいということは、この両端の線とこのグリーンの線と赤の線ですよね。これパナソニックの方なんですけれども、大体そうですね、プリウスも同じ感じで、メルセデスも同じ感じやったんですけど、このガイド線の意味を教えてほしいということですよね。それじゃあまずバックガイド線の解説の方なんですけれども、この黄色のラインですよね。この黄色のラインはパナソニックさんのカメラの説明によると、黄色の線から外側が25センチのマージンがあるっていう意味なんですよ。今ちょっと外のカメラ置いてあるんで、25センチのそのマージンがあるのかちょっと見てみましょう。じゃあこのレンガのところスレスレ、あ、そっか、この黄色の線が当たってたらレンガの線から25センチ以内にレンガがあるっていうことになるので、こういう感じで、まあレンガギリギリに、まあ寄せてみたんですけど、まあバックミラーで見る限りは30センチぐらいありそうですよね。すみません、黄色の線は言うたらこれが車体ですよね。でこの外が25センチマージンあるっていう意味合いになりますので、それを目安に、まあそやね、トヨタのプリウスはこう黄色の線がこうやって動くんですけど、僕のやつはこれ固定になってって、まああんまりですね、この黄色の線はあんまり使わないですね。どっちか言うたらこの赤の線ですよね。赤の線、緑の線は、2メートルマージンがあるっていう意味になってるんですよ。で赤は50センチだから、理想としては赤と緑の間、まあ、ちょうど1メートルぐらいのところで、まあ、バック限界線って考えてもらった方がいいと思います。それではですね、車庫入れの時にそのこの緑と赤のこう使い分けですよね、外部カメラを通して一緒に見てみたいと思います。車庫入れの時にどうしても僕の場合、その外の門のところに2回ぐらい使えるんかな。その時にまあ大体そうですね、バックカメラのその赤い線とかの目安は使うことはあります。じゃあちょっと見てみましょう。この緑のところがもう言うたら2メートル、もっと空いてますよね、調節不足ですわ。なんしですね、赤のところが50センチって覚えててもらったらいいと思います。50センチ言うたらもうそれ以上バックするともうぶつかるあれですからね。外のカメラと、まあ、照らし合わせて、ここが50センチですね、ギリギリっていう感じです。で、まあ、今度は後ろのマージンを作るので、ちょっと車を前に出してまたバックですよね。緑のはほとんど使わないかな。で赤だけ気にして、止めると。で今度
また前に車出して後ろのマージンですね。それでバンパーがですね、当たるか当たらないかっていう目安はこの黄色の線はちょっとやっぱり、当てにならないので、この辺はもうやっぱ目視でちゃんと確認した方がいいですよね。赤。まあこういう感じで使っていただいて、これ緑のところ自分家のあの坂で調節したから持てないんですね。5メートルぐらいありますわ。説明書やったらこの緑はこの緑の線は2メートルに調節してくれって書いてました。また調節し直しですね。だから今まあバックしてるんですけれども、カメラの脚立ギリギリのところやったらまあこの辺が限界みたいな、これ以上バックさせると当たってしまうということになります。すいません、バックカメラの解説これで合ってますでしょうか。バックガイド線のことですよね。違ったらまたご連絡ください。すいません、それでは簡単ですが失礼させていただきたいと思います。